どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日はみんなの本音探ってみたということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、今回は今出ているキンプリさんと、それから滝沢秀明さん。この方々はちょっと辞める、辞めないだって話があって。で、プラスジャニーズ事務所ですね。イコール、まあ、ジュリーさんの話になると思うんですけど、この辺のね、本音みたいな話をね、ちょっとやっていきたいんですけど、で、 あのですね、私が以前ね紹介したですね、ま、んか占いされてる方いっぱいいますよねこ今回の件でキンプリさんがどうのこうの言ってるっていうのがありましてでまあその脱退の騒動から出てくるやつはちょっと。 ねえこれこれはどうなんだろうみたいなのがあってだからそれ以前に出してたやつで結構当たってるなみたいなやつをいくつかご紹介させていただいたんですけど、まあ、今回はですねその後ですね脱退後に出てきた話でありつつですね、まあ、私が結構好きなそのタイプの、えっと、占いさんと言いますかミセス・ババアロアさんっていう えー、の館っていうチャンネルがあるんですけどそれ下に貼っとくんでよかったら見てほしいんですが、まあ、この件についてね3つほど出してるんでそれをまとめながら今回ご紹介するという形ですねはいでそこに私の考察を載せるとでひょっとしたらちょっと長くなるかもしれないんで長い場合はちょっと2つに分けるかもしれないんですけどまあいわゆるこうキンプリさんの話それから滝沢さんの話えー、っとそれからジャニーズ事務所というかジュリーさんの話ですねで 特にですけど、そのジュ,ジュリーさんに関しては、もう、めたくそ言ってるんで、ひょっとしたら、まあ、その嫌いなファンの方にとっては、そうだ、そうだ、みたいな話が出てくるかもしれないんでね。はい、まあというわけで、ちょっとお付き合いください。では、早速いきましょうか。 はいではまずですね滝沢秀明さんですね滝沢秀明を占ってみたということで、まあ、4つのことについてですね辞めた理由演者に戻るか会社を立ち上げるか仕事を運ということでねまあこの4つについて占いましたって形で、まあくまでねタロットで占ってるだけなのでえっ、ー、と何て言うんでしょうね、まあくまで占いですからね <laughs> その辺を、えー、ご容赦した上でと言いますかちょっと先に言い訳しときます。はいというわけで <laughs>。<laughs> やめた理由、まずジュリーのせいって言ってもう明言してました <laughs>。で、えっ、ー、ともうね、これ名前、まあ、まあちょっとね、まあ言いますか。はいえー、ヒステリーとか使えない女とか口出し女とか冷静さがない感情的、芯がない、えー、その場その場で意見をコロコロ変える自分が悪いのに怒り出すジュリーの暴走に愛想を尽かしたということを <laughs> 言ってまして <laughs>。 <laughs> あくまで占いですからね占いですよ。はいという形でまあその状況だったらまあそれはやめるでしょっていう形プラスにだけではなくて悪どいみたいな話が言って演出裏から手を回す嫌な女っていうところでそうですねただな,なんていうんだただのなんていうんですかねこう使えない人みたいな感じでまあ要するに創業者一族のまあ2代目だからまあ こういう話はまあよくある話かなと思うんですけどただそれが故にまあ滝沢さんみたいな優秀な方とかそれ以外にまあ支えるまあ創業者を支えてきた人って大体いるじゃないですか,だからその人たちにまあなんかこういう性格でありつつまあ頼ったりまあお願いしますって姿勢があればなんとか回るんですけどところがですねもうここが問題だと思うんですねここここここ本当に。 裏かかから手をを回してててなんかするるるとかいわゆる政治をやってくるっくことですねここにはよくわからない残った能力のすべてを回すみたいな人がいるんですけど、まあ、ジュリーさんがどうしたかわかりませんけどでもいろんな話流れてくる話を聞くとですねやっぱり政治は結構やるよねって感じででもそこもまあいわゆるお母さんがまあこれをやるすごいスペシャリストだったわけですよねだからそこのなんか悪い部分だけを劣化バージョンを引き継いでるだけだと まあ相当その周囲は困るよねっていうことなんじゃないんですかね。はい、だから、まあくまで滝沢さんが入った時ってジュリー,あージャニー北川さんもいたしジュリーさんもいたし要、まあ、するにこうトップ2人がいた状況で入ってるからその時はまだこう本質みたいなのが出てなかった可能性があるんですよね。まあ、よくある話ですけどね。で上のトップ2人がそうやって抜け いるというかまあ、どこでもあるんですけどねなんか今まで割とおとなしくていい人かなと思ってたらその何てのうんですま今までまあ我慢してたのか抑えてたのか知らないけど自分が出てきて「あこの人こんなに我が,が強かったんだ」っていうのがあったりするじゃないですか。 とかあるいは逆に上が悪が強すぎて実はそれを継ぐ人も悪が強いんだけど上が悪強すぎて目立たなくってあんま気づかなかったってのがあってでもこういうの分かってたらだってさすがにさね滝沢さんもそもそも最初から入らないよねっていうところもあると思うんですけど、まあ、うまくやっていけると思ったから入ったと思うんですけどねまあいずれにしてもまあそういうのが占いで出てますはい。 <laughs> はい、ということです、ね、であそうそれとあとまあジャニーズの体質自体がもう演出になっちゃってるんじゃないかって形で、まあ、これについてはなんかほら周りのイエスマンをどんどんあイエスマンじゃないやもともと支えてきてた,たちを切ったって話があってでそこにまあ自分のイエスマンみたいな人たちを入れてるから結果としてまあそのトップの言うことを聞く人たちイコール、まあ、トップが演出だったら、まあね、そうすると 全体の体質として演出になっちゃうねって感じでまあまともな人はみんなやめていくってまあよくあるあるあるですけどねだから組織がだから崩壊する時って本当にいい人はどんどん抜けていったりクビになったりするんですよねまあまさにそれが起きてるっていう感じですけどねはいということでまあここだけでお腹いっぱいだと思うんですけどはい次 <laughs> あの <laughs> はいで次、えっと、演者に戻るかみたいな話ですね。これについてはまあやらないし、まあ、誘いはいっぱい来るでしょうみたいなことですね、はいでえっと。会社を立ち上げるかについては、これ以外でしたね。今すぐはない様子を見るって感じで、まあ確かにそうだよなと思って。ま、うん、まあ要するにギリもありますにもりしねはい でえー、仕事運に関して言うと今はちょっと動けない12年間ぐらい動けないんじゃないかって話をしていてまあ,あの私個人的にはやっぱり滝沢さん動いてやめじゃにさんの人たちも,もう,う,うまく巻き込みながらまあこうねキンプリさんとか、まあ、それ以外のやめる人たちがいたらうまく受け皿を作ってほしいなっていうふうには思ってるんですけどまあここについたはちょっとねまあ これまあ滝沢さんの気持ちというか、まあそういうことになるのかな。まあとにかく動けないし、多分そう思ってるんじゃないかなと思うんですよね。ただ、えーと、心はまあ動きたいと。一方で失った気持ちもあり、それからお金はめっちゃもらってたって感じですね。はい、ジュリーさんから。ということなので、まあ、ジュリーさんとしてはまあ結局い、何て言うんだろうな、お金でしかできない。 っていうことですよね要するにねつなぎ止めるためにはお金しかないって感じだったのかもしくはそれ以外には辞めるにあたってめっちゃその口止め料みたいなことっていうんですかねのでお金を払ったかどうかわかんないですけど、まあ、まあお金はもらってたんじゃないかみたいなことですよねでそれから人間関係の今あ断捨離をしていて環境はまあめちゃくちゃいいとまあ辞めてよかったんじゃないんですかねって感じでしたねはい。 であと、ジャニーズ復活もないし、それからえ1年後にちょっとした動きがありそう。で、今現状はちょっと打つとか考えつきの状態になるので、要注意ということで、とにかくやめて正解。今はちょっと縛りがあるよねっていう、まあまあ、そんな感じですね。 はい、というわけなんでまあ簡単にまあややまとめるとですねえっ、ー、とーが原因で疲れて辞めましたあるいは絶望して辞めましたで演者には戻るわけでもなく会社も立ち上げるわけじゃなくてしばらくゆっくりしますだけどそのうち1年後ぐらいなんか動きがあるんじゃないかみたいなまあ最終的にはそんな感じですかねまあ個人的に思うのはねなんかこのね演者に戻ってもいいんじゃないかなっていうのもちょっとね今回の見ながら思いましたけどねそのあたりは どうなんですかね、引く手あまただと思うんですけどそもそもね表の人ですしあれだけの容姿とタレント性とねがあるからまあ個人的にはだから演者やっても裏方やってもどっちにしてもやっていける人なんでまあなんか別に急ぐ必要もないかなっていうのは確かにその通りでただ一方でまあそのキンプリさんとか、まあ、まあ他のなんか 滝沢さんを慕ってる人たちが辞めるみたいな話になっていくと話は変わるんじゃないかなと思っててだそのあたりがちょっとキンプリさんの占いを見ると分かっていくんで次行きたいと思いますはいで次はキンプリさんですけどもいわゆるキンプリさんが辞めた理由とそれから辞めたのは滝が原因かそれからメンバーの不安が原因なのかみたいなことを占ってましたという感じですねはいでえー、とまずですねキンプリさんが辞めた理由としてはジャニーズ事務所が原因だと希望がないと思ったって感じで まあ結局対策としてはゼロからスタートしかないってことなのでまあ結果まあ良かったんじゃないかみたいな話でしたね。はいで結局やめたのは次ねタッキーが原因かってことなんですけどこれはまあちょっと関係ないっていうのお話でしたね。まあ、あくまで占いですからね。はいで次、えっと、メンバーの不安問題ですね。はい で、まあ、これに関してはちょっとね結構いろいろ言ってて意外な感じがしましたけどまあ占いなんでねサクサクっていきますがまあ冷戦状態にあったとで修復不能な感じ女子っぽい感じってことでなんかこう女子同士で揉めた感じでなんかこう口きかない感じっていうのかなまあそんな感じのことを言ってましたねでまあでもその前に結局十分に話し合ったからってことで。 まあきっっかく距離を置いいててるっていうままああそんなお話でしたね、まあ、これがいつからかなのかっていうのはちょっとわからないとかありますけどまあ結構いろんな情報が出てきてまあでも本人たち発信じゃないんでね難しいんですけど例えばファンの皆さんとかで言うとやっぱりこう今までのその当たり前すかインスタライブからえっといろんな 普段のねそのねそそ感じじが出そうななことも見てるじゃないですかあと、まあ、ライブの様子だったりなんだりっていうのをずーっと見ててでで今なんか答え合わせに入ってるんですよその答え合わせっていうのかなで分裂することになりましたってやめますってなった時に最初はショックだなんだってあるんですけどでもなんかこう今思い返してみるとこの辺からおかしかったよねなんだよねっていう話が出ててまあそれはね分かんないですよ。あの、まあのまままたたこう ね、こう普通の人間関係の中でもやっぱりちょ,ちょっとね仲が悪い時期とか喧嘩してる時期とかちょっといやいやこいつ嫌だなって思う時期も普通にあるじゃないですか、まあ、そういうのが出たかもしれないし単純にお腹痛い,いだけとかねあの <laughs> 機嫌が悪い日だったとかね別件でねなんかこうその揉めてて嫌な気持ちになったとか人間そういうのあるのでね、はい、なんですけど、まあ、でもやっぱりどうなんでしょうね ファンの皆さんの熱量がすごいから、こう、本当によく見てるので、まあ当たってる可能性もあるんですよね。まあそう考えると、まあけ結構前とまで言わないですけど、なんとなく揉めてた時期みたいなやつがあって、だからそれはもう今年の何月ぐらいでしたかな ?4 月とか5月ぐらいですかね。まあぐらいからはもうなんかちょっとなんかあったんじゃないかみたいな話が出てますよね。まあそれは私は本当に全くわからないんですけど、ただやっぱり、 こういろんな出てきてる話を集合するとああのま,まとめていくと結局そのやっぱり方針が合わなかったっていうのは本当なんだろうなって思うんですよね。だからまあ、ま要するにこう、その、まあ もともとの大元はね多分ジャニーズ事務所が多分悪いんですよとかジュリーさんかどうかわかんないけどで要は世界に向けてっていうのはほらジャニー喜多川さんとの約束等々もあったし全員もあれだけ努力してるわけだし楽曲も作ってるから世界で勝負できるねだからそ,それそのものでこうずっとみんなで登ってきていきたいっていうのは多分一緒だし合ってると思うんですよだけどどうも 事務所に押されてなないとなんかこれさせてもらえないんじゃないかってなった時にここでおそらく意見が分かれてっいった感じがするんですよね。でそこに対していやーなんかそのそれでもいやでもジャニー喜多さんの約束だからかどうかわかんないですけど世界にそれでも勝負したいんだって派とそ一方でいや長いものに巻かれる派には多分分かれたんじゃないかと思うんですよね。で長いものになんか その何て言うんだろうな事務所仕事もあるしとか、まあ、いろんなあるじゃないですか、まあ、そういうのでテレビに出たりする中で今までのジャニーズのビジネスモデルで儲かってたやり方っていうんですかね成功してたやり,やり方でやってそのうちチャンスが来るからそれでいいんじゃないかっていうなんかこう置いた考え方ですよね。がまあ多分残留組か。 の考え方がそっち寄りなのかなっていう感じがするんですよね。はい。ただでもそれを言ってる口でいわゆる社長とご飯食べに行ったり話が出てますけど、まあそういうあだから結局社長の方に取り入って仕事たくさんもらってる中でお前自分のことだけ通って思われちゃうと、まあ実際わかんないですよ。わかんないけど <laughs> 思われちゃうと、いや,いや。 いやなんか結局そうなのかみたいな感じの中でちょっとさーっと引いていく感じはなんか分かんなかないですよね。だからすごい揉めてるっていうよりやっぱりそのでもそれはそれでなんかやっぱりあの、まあ、仕事してる上で5人も全員ライバルだからその人なりのやり方で芸能界で生き残るでグループの中でも自分が。 その頑張って、まあ、グループでもグループ内格差みたいなやつもあるからその中で一番売れたいんだとか、まあ、それは別に上昇志向で別にいい,い,いとは思いつつですねだからその事務所が普通に押してあげてれば例えばジャニー喜多川さんが生きててそのまま押してれば普通に世界デビューみたいなやつやってたと思うんですよね。だからそ,そ,それで問題なかったはずなんだけどそこがなんかこう,うーんと別の圧力っていうかさせてもらえないみたいな圧力が入,が入っていった時に。 あのもうこれはどうにもならんっていう中で安に現実を受け入れてとどまる派とそうじゃない派になったって話とそれから、まあ、よくある話でよくなんかねコメ,ントさんコメントでいただく話の中で永瀬廉さんがいらっしゃいますよねがまあなんかと、まあ、平野さんとかいたか キンググってグループでしたっけその中で、長瀬さんの方がセンターで、平野さんはセンターじゃなかったと。で、ところが、 ププリンスとというグループと、まあ、くっつきましたと。で、くっついて全員でやるってなった時に、まあ、ジャニー喜多川さん平野さんすごいねって感じになってでセンターに平野さんになりましただから中瀬さんはその平野さんに対してめちゃくちゃ嫉妬してるって話があってまあそれは嫉妬する当たり前ですよね <laughs> そまあその中で切磋琢磨するのはいいと思うんですけどその何か努力の方向性が なんかこう芸を磨くとかじゃなくていわゆるその上の人に気に入ってもらうみたいなことになっちゃうとそれはそれでなんかちょっとねみたいな話がまあ,ありましたとその辺のところはわからないですけどただあ,のあくまで占いですかね占いでこの冷戦っぽい感じになるっていうのは、まあ、そういうのがあると分かりますよね単純に方針の違いだけだったらいやいや頑張ろうぜっていやそんなこと言うなよっつって。 ダンスもなんかそこまで得じゃないんだったら一緒に頑張ろうよって感じでっていうかやっぱそういう感じで頑張ってきたんだと思うんですけど、まあ、そこでなんとかなりそうな感じなんですけどなんかこう、まあ、言い方良くないけどね裏切り者っぽく見えちゃうんですよねなんかねその要するに今までの方針でやってたら事務所にこう礼遇されちゃう中でまあ一人だけこうと <laughs> 残留組はこう現実的な路線を歩いてるとうんって距離が離れていくの分かるじゃないですか。だからどっちも正解のような気がするんで、まあ、だからどうだってこともないしそのまあ難しいとこですよねこれに関してはねはい何とも言えません。<laughs> でであと3人は世界に行きたいっていうことを言っていてなんでまあでもだからまあ最終的にいい形になるかもしれないですねやっぱり方針は違うので まあ本当はなんか5人でやって世界で勝負できたらやっぱり本当はそれで良かったは良かったんでしょうけどねただまああの社長がいるところでいたところでねっていう話がやっぱりあるんでねはいまあという形が、まあ、あくまで占いから私の考察を勝手に重ねたんで <laughs> その <laughs>。 よろしくお願いしますっていう感じですね。はい。で、ちょっとあとね、もう一つね、えっと、ジャニーズ事務所とジュリーさんを占った話があるので、これはちょっと後編みたいな形でね、またやっていきたいというふうに思います。本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。